はい、どうもセイゴです。本日なんですけれども、皆さんインドネシアの食べ物といったら何が浮かびますか？ナシゴレンだとかミーゴレンだとか、なんかいろいろありますけれども、インドネシアの人って辛いものめっちゃ好きなんですよ。まあみんなじゃないけど、まあほとんどの人が好きで、例えばファストフード店に行っても専用のチリソースが置いてあったりだとか、辛いものが当たり前の世界なんですね。それでもなおインドネシア人が恐れる辛い食べ物があると。今日はですね、その辛い食べ物を早速食べていきたいなと思います。驚いてないでしょ。驚いてない。こっちにあるのって最初から分かってるんじゃない？下に用意しちゃって。俳優にしたいの。俳優になりたいの。じゃあ今日は2種類注文したよね。はい。このお店はリーキースパッケリーって言うんだけど、多分もともとチーズで有名なお店だけど、うん、そうらしい。なぜか辛いチキンが有名になってしまったって。私もよく分かんないけど、はい、まあ。今日はあの辛いチキンと普通のチキン、うん、食べ比べたいと思って両方注文しました。もうね、見た目からしてねちょっとヤバそうなんですけど、まあ早速見ていきたいと思います。レッツゴー、ゴー。お米とチーズ2個。あ、チーズ美味しそう。硬くなっちゃったから。で、そしたらソーセージ。うわー、やば、なんか匂いですごいカプサイシンのこの香りっていうの。あ、やばいわこれ。やばい、もうやばい。タシはちなみに辛いもの大好き。いつから？え、そうでもない。まあそんなに仲良くないからね、まだ分かってないけど好きだよ好き。あ、でもインドネシアの人の中でも、うん、中ぐらいめっちゃ辛いの食べれる人ではないかな。うん、まあ、あのココイチの辛さマックスが普通に食べれるぐらい。それは普通、それは辛くない。そうなんだ。辛くない。めっちゃ辛いと思って。辛いよりも熱いって感じ、辛さが違う。あー、ちょっとね、辛いにも種類があるよね。わさびだったら一気にうーってなって、うん、その後終わり。でも、はいはい、インドネシアのサンバルはねずっと残る。明日のあのお尻も熱くなる。あー、嫌な辛さだ。そう、本当に辛い。そう、普通に種食べるよ。ということで、ということで食べていきたいんですが、その前に飲み物を今回頼んだのが、え、大丈夫？待って待って、まだこれ早く食べないといけないやつだ。めっちゃ辛い。マジ？これね、今回2種類の飲み物を頼みました。これがお茶です。甘いお茶で、こっちがなんだっけ、お辛いですいや、やばいやばい。そしたらコーラ持ってくる。水。あ、いいよ、ありがとう。これはやばいやつ、めっちゃ辛い。どっちがいい？どっちでもよ。大丈夫？大丈夫？あの、場外から失礼するけど。マジで？もう私の顔赤いでしょ。うん、まだチキン全然食べてないよ、はい、うそ。でも辛いものめっちゃ好きな人は、うん、大丈夫だと思うかもちなみに、はい、話せないもん今日あなた今日一人話せなくてずっと咳出す。なんか、うん、辛い時って、うんうん、熱いお米をペタンってしたら、そうらしい。そう、セゴは、うん、多分辛いの食べれると思うんだけど、明日大変なことになるので、うん、今日は私の判断で食べないでください。わかりました。あの、結構お腹緩いよね。そう、俺辛いものがね苦手すぎて、うん、だからちょっとねやめた方がいいよね。うん、だから今回はやめた方がいいと思う。今日チーズ担当、チーズレビュー担当。うん、あの、味を比べるためにも味が普通のものも買ってきました。ということでね、やめておきたいと思いまーす。せーの、ごめん、やり直して。自分の肉、やばい、やばい、自分の肉取られるのも嫌だー
美味しい。あ、やばい。大丈夫。あ、いや、人間って本当にやばいとこの場で出ないんだね。本当。あ、まあ早速食べようか。あ、なんかね、この、うん、どんな辛さかっていうと、サンミヤンのめっちゃ辛いヌードルってあるじゃん。それなんていう？ポップルダックポポポポ。そう、それのあの辛さに似てると思う。やばいなこれ。うん、聞いてる？うん。やばい。胃がね、荒れてるって感じする。ああ今日やばい、放送事故で終わるかもしれない。なんかね、この動画を面白くするにはやっぱり私これを食べちゃダメだと思うよね。え、なんか思ったんだけど、うん、こんな汗、今見えるかどうかわかんないけど、めちゃくちゃ汗かいてるよね。やばいやばいやばい。そうなるとジム行く必要なくない？ごめん、あのうまいツッコミもね今できない。何の飲み物、どの飲み物かわかんないけど、ピンクなんちゃら入っとこうか。あ、やば、これさ、よく見て、あの開けようとしたら大体こう取り口あるじゃん、引っ張るところ、あれがないんですよ。カルビ。この鶏肉はレベル1から5まであるよ、はい、で今回はレベル5にしました。私玉がでかいから。ま、で玉思ったけど、チーズと一緒に食べたらそんな辛くなくなると思う。まだ辛いよ、やばいね。うわー、まだやばい、辛い。息が熱いもん、まだ臭いだけじゃないの。なんで？この鶏肉、うん、美味しいか、どうかで言うと、うん、分からない、辛いだけ。最悪、鶏肉を洗おうかな。今日は申し訳ないが、うん、私話せない、自分で動画撮って。うわ、なんだこのベリーのお茶は、甘いぞ。辛すぎてダンスできるようになった。これね、うん、手で食べて、うん、目触ったら終わりだ。あ、違う違う、体張りすぎ、大丈夫？なんか辛すぎて自分の舌も感覚ない。今のはやりすぎですね、冗談。最後の口がもともとこのサイズだったらこのサイズになっちゃった。本当？嘘。本当本当。マジで？もうこの動画マジで早く終わらせたい。開けてほしい。はいよ。でもね、気づいたんだけど、さっき最後食べた時にめっちゃ汗かいてない。うん、めっちゃかいた。全然かいてない私。本当だ。すごい。毛穴がないんじゃない？あ、ちなみにですけど、ちゃんとあの手はね、洗って食べてますので。私、洗ってない。今回は鶏肉、きれいに食べれない。チーズは美味しいけどね。うん、もうちょっと薄いチーズだと思うか。もう食べ終わりました。私も食べ終わりたいと思いました。いただきました。違うか、ごちそうさまでした。脳がもうやばい。あ、辛い、マジで何のためやったか分かんない。なんか気になるのが、洗ったら辛いかな。どうかな、洗ってみる。失礼だよね。まあ申し訳ないとは言っても、俺はいくらでも言えるじゃん、食べてないから。食べてじゃ、うん、手伝うよ。いたね、これは。いたね。まあね、めっちゃお腹いっぱい。ご飯でいっぱいもんじゃなくて、水でいっぱい。お、今日の夜しんどいわ。おお。おお。なんかこれね、早く食べるのがポイントだよ。あ、わかるかも。その意味わかるかも。なんか今回の動画で今まで一番つまらない動画だと思うよ。マジで、なんかこれを食べたら何も話せないでしょ。なんか舌が痛すぎて辛すぎて言葉出てこない。脳もなんか
フリーズしちゃったって感じ。辛いものは飲み物あるよね、日本カレーは飲み物とかみたいなお店、うん、でもね、ここのなんていうフライドチキン、普通のやつは全然美味しいと思う。KFC をチーズと一緒に食べるって考えればいいと思う。めちゃくちゃ美味しいと思う。え、何まとめに入ろうとしてる今そうまとめに、だって毎回この人がバイバイってやるじゃん、うん、だから私もやりたいから、うんうん、セゴが話せないうちやればいいんじゃない。 ありがとう、いいよいいよ。ブルダックとどっちが辛い？これでも、あ、セゴミスしたのが一つだと、あったんじゃない、あるなんか舌が話せなくなる。あのこれ辛いチキンを食べるときにチーズと一緒に食べたらその辛さが 0.001% ぐらいは減った。コーラ飲んだらどうなるか、まあ、大体想像つくんだけど、ちょっとダメになるんじゃない。あれコーラで中和された。ええ、じゃあ今までなんで水飲んでって言われるよね。え、なんか炭酸がこれめっちゃ少ないんだけど、あ、痛いから、痛みと痛み、マイナスとマイナスイコールプラス数学だよ。痛みちょっと、痛みなくなったけど柔らかね。炭酸あるやつはやばいじゃん、痛いじゃん。うん、炭酸なくなると痛くない。ちょっとあるよ炭酸、うん、微炭酸なんていうの、あ、ね、ということで待って、今回は辛いものを食べてみた動画を初で最後の動画になりました、うん、でもね、辛いものを食べるのは若いうちに食べた方がいいと思う。それは将来食べれなくなるから。そう、もっと食べれなくなると思う。関係あるのかな。あるか。うわー、これを食べればまあ終わりでしょう。これもう骨なんでね。男はソースを舐めますっ違う、あの急な無茶ぶりがすごい。まあこれ骨なんで、もう骨捨てていい。うん、うわぁ、なんかもう水分もやばいけど、ラストいきます。オーバーになります。いきます、チェックメイト。食べ終わりました。やだグリコの、お魚のグリコみたいもうやらんようにしよう。結論から言うと、うん、辛いものは飲み物です、うん